忍術これ剣鉄忍この それ死よ人それは良いが殿はいみんな小京周瑜の妻である狂言の娘である。その美しさから姉の大京と共に二京と称えられた。大好きな夫周瑜の役に立ち褒めてもらいたい。彼女はただその一心で戦場に立つことを決意する。なんと孫作殿周瑜様今日もかっこいいね。小京孫作が許したからいいもののあまり無茶はしないでくれ。君は私の愛する妻だ。もしものことがあっては。大丈夫、敵は全部私がやっつけちゃうんだから。まったく君には恐れというものがないのだな。だって周瑜様がそばにいるんだもん。何にも怖くなんかないよそう言われてはもう返す言葉もないな。小京君は私が守り抜く。はい、私周瑜様のために頑張るからね。みんな、行くぞ。猶予を通して、ことを平定するんだ。ご入り用でまたお待ちしてます。
打ち払いつつ敵手を突破するぞ。偵察のつもりか。ならばもっと隠密にせよ。動きが筒抜けの偵察隊など投資はせんぞ。お、あそこが敵の要所ってやつか。やっせ、俺たちがぶっ潰す。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。お、あそこが敵の要所ってやつか。やっせ、俺たちがぶっ潰す。門がこじ開けられた。まずいんじゃないのか。おお、見事な戦ぶりよ。俺らも遅れを取ってはおれぬな。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。攻略目標は決まった。進め。孫策の将兵やりおる。ここは引くほかあるまいて。おお、無事に敵手を抜けられた。我らはこのまま南下し敵の情報を集めよう。よくやった、勝挙。伝令、敵に不穏な動きあり。ここで防御の陣を敷く。各自、すぐに準備しろ。俺は太守志義、竜陽殿の命でお前らを倒しに来た。このまま負けては竜陽殿に申し訳が立たん。気力を振り絞るまで。俺の気迫をも跳ね返すか。つまり竜陽殿、ここは一度引かせてもらう。てらっしゃる。
敵の狙いはこの地と見た。おらども守備を固めよう。狙いは定まった。敵の足場を崩し全員を損。お前と戦えるのだ。竜陽殿の元へは行かせんぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。様を脅かすものよ。死ね。なんと竜陽殿が死角を。俺たちの勝負に水を差すというのか。作軍の強さはどこにある。武だけではない。戦う意味、志の差か。大しじめ、足止めもできんとは。ならばこの手で孫桜を打ち果たすまで。策か。いや、とにかく迎え撃たねば。孫策、兵器部隊用意はいいな。放て。己孫策、調子に乗りよって。いずれその勢いが災いを呼ぶであろう。よし、これで東東一帯は制したな。みんな勝ち時を上げろ。俺たちの勝利だ。おやじ、ことの炎術って嘘つきだったんだね。帝じゃないのに帝だって言いふらすんだもん。そのせいで周遊様が戦いに出るなんて、もう絶対許さない。私がパパーってやっつけちゃうんだから。またどこかに戦いに行くんだよね。それじゃあみんなと交流しないと。
全員首だ。雑魚には構わず突っ走りな。まずは我らが受け持て。決して何者にも抜かせはせぬぞ。そろそろ行かなきゃね。おじさんの痛いとこどうしましょうか。私たちで要所を抑え行くぞ。抵抗する者には容赦するな。最後はここを来たら行きましょう。私たちで要所を落とすわよ。こいつは思っているよりやりやがるぜ。ここらで引いとくか。野郎ども、つらかる準備だ。殿。旧敵、コースを打ち、孫悟の明日を切り開く。皆、力を貸してくれ。死産した。だが夫の周瑜が赤壁勝利の余韻に浸ることはない。慶州を攻略すべくすぐさま準備に取り掛かった。多忙な夫のため妻としてできることとは。精一杯考えた勝共は陣頭指揮を取る周瑜のもとへ駆け出した。そして最愛の人を和ませるいい方法を思いつく。シェイユ様。ん？難しいお顔。消去。シェイユ様がどんなに忙しくても私が笑顔にしてあげる。周瑜様と一緒にいる時間がすっごくすっごく大切だから。ありがとう、勝共。